はい、おはこんばんにちは。ゲーム実況をしております、ホムラと申します。今日もよろしくお願いします。はい。じゃあ、まあ、お知らせ今日来たんで、まあ、次のランキングイベの話だと思うんですよね。今週の金曜なんで、今日火曜なんで、あさってですね。あさっての5時から多分ランキング戦が始まるのではないかなと思います、これは。うん。そうですね。5部制リーグを勝ち上がっていって、まあ一部のところを回すっていう形ですかね、前回の感じだと。まあランキングに応じての報酬があるという感じで、まあ今回は1000以内をまあ目指してやる形にはなると思います。はい。石も割と戻ってきたんですよね。確か前回のランキングイベントの時、開幕2万9000個ぐらいだと思ったんで、まあ3000個ぐらい。まあ足りないですけど、まあほぼほぼ。まあ戻ってはきました。はい。まあそうですね。前回のランキングイベ終わった時にはもう1万5000個ぐらいしかなくなってて、まあかなりあれでしたけど、まあ今回はそこまで石を使わずに終わるかなってところだと思うので、まあそれはさておきなんですけれどもね。はい。実はですね、まあガチャを引く気はなかったんですよ、実は。なかったんですけど、まあ、あの、ツイッターとかにも結構ゆららちゃん好きの方がいましてですね、なんだろう、影響されたって言っていいのか分かんないんですけど、そんなにゆららちゃんのことも意識していたわけではないんですけど、まあ、可愛いなぐらいにしか思ってなかったんですけど、まあ、今回のこの水着が出てきたせいで、むちゃくちゃ可愛くねみたいな。これむちゃ可愛いですよね。っていうわけで、まあ今日はちょっと10連を引きたいっていうのがあるんですよね。で、あとは、実はあまねちゃん来てるんですよ。欲しいんですけど、どっちを回そうか悩んだところ、うん、ゆららちゃん自体を実は僕持ってないんですよね。で、やっぱりイベント特攻っていうのもあって、美特攻とイベント特攻どっち欲しいっつったらやっぱ特攻が欲しいんで、で、そもそもこっち確定1枚出るんですけど、誰が出るかわからないんで、まあ同じわからないならこっちを引こうかなと思います。はい。で、まあチケット10枚あるんで、その10連をしようかなと思ってたんですけど、このチケットはあの、いずれ何でしたっけ、ビビットタウンだかなんだかかなの時に使えるのかなと思うんで、そこであのいわゆるなんかあのボックスガチャ的なやつあるじゃないですか、あそこで使おうかなと思ってるんですよね。チケットが使えるあのボックスガチャ、あれで石を使わずにこっちを使った方がいいのではないかと思いまして、チケットはそれまで取っとこうと。なので今回は初めてかな、開始かな、開幕あの4000個で使って回した以来ですね。だから約2ヶ月ぶりぐらいですかね。あの石を使ってのガチャを回そうかなと思います、今回は。10連だけです。もう10連するのもちょっと4000個石を失うんで、僕にとってはかなり痛手なんですけれども、ちょっとゆららちゃん欲しさに回してみようかなと思います。出ても出なくてもこれで終わりです。はい。じゃあ、行きます。ゆららちゃんはいなかったと、あの中には。さあ出てきてくれるかな、誰あ、なんか見たことあるな。4人目、5人目、6人目、7人目、あれなんかかぶり、8人、あー9人、ゆららちゃんはいなかったっすね、あの中には。
マジか。でもなんか特攻、あれあの金のやつって特攻っぽいような気がするんだけど、俺の気のせい。やっぱ特攻だよねこれ。吉野ちゃん、これ特攻だよね。だよね。しかもレジェンド。まあいいのかな。じゃあよしとせざるを得ないよね。新キャラが3体。まあ衣装もあれだったのかな。そのレジェンド5を引いてくるならばゆららちゃんを引いてきてもよかった気がするんだけど。と思う僕であったという。60だよね。60回引かなきゃダメなんだよね。しかもこれなんかあれ確定で交換できるやつって何でしたっけ。これはまた別なのか。そうだよね。いやもう一回だけ引きたいところはあるけどね。でもここで石を使うのはね暴挙だよね。ああ欲しいっちゃ欲しいけど、一体でいっちゃ一体でいいんだよな。衣装って交換できるんすかね。もう一回引いときます。でもまあせっかくならここをやった方がいいからな。まあ今回はやめときましょう。まあゆららちゃんはちょっと取れなかったですけど、まあこれで諦めましょう今回は。うん、ダメですね。もうちょっと貯めてからにしましょう。一気に引くのはそうしましょう。はい、じゃあ次はあれかな。まあランキング戦来てからまた動画出そうかなと思いますので、まあ今回はこんなところで終わりたいと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。